インドにおける事故現場の1エアインディアエクスプレス812便墜落事故は2010年5月22日の1時頃にドバイ発マンガロール行きの定期旅客便エアインディアエクスプレス812便が着陸時に滑走路をはみ出しがけから転落した航空事故である機体から出火し周辺の斜面には残骸が散乱した登場していた乗客160人及び 乗員6人のうち、生存者は、乗客8人のみであった。この事故による死者は158人となり、ニューデリー空中衝突事故とエアインディア855便墜落事故に、次、ぐ大事故となった。また、2000年7月に、パトナで発生した、アライアンスエア7412便、墜落事故以来の大事故とされる。 この事故はボーイング737型機による事故としてはライオンエア610便墜落事故とウクライナ国際航空752便撃墜事件に次ぐ3番目の規模でありボーイング737から800型機で8回目の全損事故であるこの事故は2010年に発生した航空事故では最悪の規模となり 同年では2度目の737から800型機による事故となった。事故機の残骸2010年5月22日午前6時30分頃、アラブ首長国連邦のドバイを出発し、マンガロール国際空港の28番滑走路、着陸侵入中だったエアインディアエクスプレス812便、製造番号26,333、ラインナンバー2491が、 着陸時にオーバーランし、滑走路先の崖から転落して炎上した。この事故で、幼児4名を含む、少なくとも158名が死亡した。この機体は、前日の23時44分に811便として、ドバイに到着した。811便のクルーはそのまま812便に乗務した。812便は、翌1時6分に、ドバイを離陸し、 巡航高度に達するまでは特に問題はなかった。離陸から1時間40分が経過するまで機長が寝ていたためコックピット内の会話はなく、その間副操縦士がすべての無線更新を担当していた。5時33分、ウェイポイント、イガマを通過したと報告した。この時点で空港まで130回りに接近しており、降下の許可を求めたが、 航空管制に拒否された。5時47分、空港まで77回り地点で7000フィートまでの降下許可が出たため、巡航高度29,500フィートから降下を開始したが、クルーは着陸についての打ち合わせをしなかった。空港まで50回り地点でようやく打ち合わせを開始した。その後、航空管制から高度二千九百フィートまでの降下が許可されたが、 この時点で812便の高度は通常より高かった。CVR には副操重視のあくびも録音されていた。空港まで10回入りに到達した時に航空管制は812便に ILS に乗ったら報告するように求めた。高度8500フィートで着陸装置を下ろしスピードブレーキを作動させたため効果率が増大した。また812便は ILS のグライドパスを通常より高い高度でキャプチャーしていたことが DFDR に記録されている。その後フラップを40度まで下ろし、着陸前のチェックリストが完了した。6時3分、812便は空港まで2.5回りに接近し、電波高度計が2500フィートをコールした。機長が自動操縦装置を解除して、すぐに 副操縦士が着陸また行しますかと言ったのに対し、機長は間違った、ロー、ローカライザー、グライドパスと返答。副操縦士は再び着陸また行しますかと質問したが機長は不安定だとだけ答えた。機長は降下率を毎分4000フィート降下するように増加させたため地上接近警報が作動した。管制官は マイガロール国際空港滑走路24への着陸を許可し、風は穏やかと報告した。812便は滑走道端を通常は高度50フィートを144ノットで通過する。ところを高度200フィート160ノットで通過した。滑走路に設置する前に副操縦士は機長に着陸また行、機長滑走路が足りないと進言したが、 機長は着陸を継続し812便は滑走道端から5200フィート過ぎた地点に着陸した。滑走路は残り2800フィートだった。機長は逆噴射装置を作動させブレーキを6秒間踏んだ後一転してボーイングの標準手順に従い着陸また行を開始した。しかし機体は上昇することなく、 滑走路を60メートルオーバー乱し、その先に90メートル分あった滑走道端安全地帯を突き抜けた。さらに、右主翼が85メートル先にあったローカライザーアンテナに衝突し、空港のフェンスに激突し警告に落下し、爆発して炎上した。事故当時、マンガロール空港の天候は霧がかかる悪天候で視界不良であったという。 この事故の3日後には、同社のドバイ発プネ行きの便で機長がトイレに行っている間に副操縦士が操縦桿を倒してしまい、自動操縦が解除され3万7000フィートから7000フィート、急降下する事故が発生している。2010年11月17日に最終事故調査報告書が提出された。原因は、機長が不安定なアプローチと着陸を継続したことであった。 降下を開始した地点が通常より空港に近く高い高度のまま空港に接近した。3回にわたる副操重視の着陸また行の提案にもかかわらず機長は着陸を完工した。滑走路中央を過ぎたあたりに着陸したが、そのまま通常の着陸操作を開始し、着陸また行を開始したのが遅すぎた。ありがとうございます。